本日は7月2日に行われたランブル旗揚げ戦メインイベント、サムライマークハント VS エトポロキングにて衝撃の試合決着となりましたので、そちらについてまとめていきます。サムライマークハント選手は1982年生まれ、岐阜県出身の41歳です。2017年にはライジン初参戦を果たすと、ロッキー・マルティネス選手と対戦し、壮絶な打ち合いを演じるも1ラウンドスタンドパンチによる KO 負け。続く2022年にはライジンランドマークにてミノアマン Z 選手と対戦し1ラウンド KO 勝利。その他ロード FC やディープにて活躍するなど、様々なリングで活躍しております。そんな中、1ラウンド90秒ルールにて行われたサムライマークハント VS エトポロキングでは、開始20秒ほど見合う展開が続くも、その後は互いに手数が増え始め、エトポロキング選手はサムライマークハント選手の組み技に対してもしっかりと対処し、テイクダウンを許させません。その後試合終了間際、エトポロキング選手は組膝からのパンチの連打により、サムライマークハント選手からダウンを奪い、 KO 勝利を収めております。この試合終了後、エトポロキング選手はリング上にて、どうも強すぎてごめんなさい、ここで僕が勝てたことはすごく自信にもつながったし、これからもっと上の舞台に向けて頑張っていきます。やっぱり人間は一人では生きていけないので、いつも練習していただいている大倉さんであったり、盆栽の方々やスポンサーしてくれている方々に対して感謝の気持ちでいっぱいです。ここで満足していたら終わりって分かってるんで、これからもっと上を目指していきます。ありがとうございましたと語り、ライジンにも出場経験のあるサムライマークハント選手を KO したにもかかわらず、ここでは満足しないと語り、日頃から練習している方々やスポンサーの方々に対して感謝の弁を述べ、ギャップとも取れる発言を行っております。このエトポロキング選手の勝利に対して、ケイノスケ選手はツイッターにて、エトポロキング強いとツイートし、さらにはブレイキングダウンファイターでありエトポロキング選手とも対戦経験のある牧伊勢也選手はツイッターにて、キングナイス食ったねおめでとうとツイートし、祝福のツイートを寄せております。さらにこのエトポロキング選手の勝利に対して、ファンの中では、次はメガトン級の人たちともやってほしいな、サムライマークハントはライジンにも出れるレベルだし、エトポロキング強いですね、この体格あるしどんどん上目指せる逸材かもしれないですね、などエトポロキング選手の今後に対して期待を寄せるコメントが集まっております。注目の集まるエトポロキング選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。